伏島金像の銅像、伏島金像から1901年8月7日は、江戸幕末から明治にかけて活躍した、上野国出身の実業家。横浜を開拓した代表的人物の一人であり、第74国立銀行の初代頭取である。大田市矢部塚町矢部塚中央公民館に、伏島金像の銅像、記念碑、石碑がある。明治時代の横浜港、 伏せ島金蔵は、上野国新殿軍やぶず村の地主の家に生まれた。1865年に、妻子を伴い、横浜に来て、当初は、横浜神奈川間の行商や、妻のろうそくりにより、生計を立てる。その後、将官、アメリカ一番官に勤務し才能を示し、商人として、頭角を表した。1868年に同館を実施独立し、当物、 産卵死等を扱う商売をし財産を成したが、その後一旦帰郷死家業に従事するようになる。帰郷後は家業に従事する一方で、渡瀬川大間間町から鳥の里に至る用水路を改作し、その功績により1876年の明治天皇東北五巡行の際には特に廃越を仰せつけられ、奈良さらし2匹を貸しされた。 その後アメリカ一番間の日本人総番頭の死により、再び横浜に戻るが、小学校への寄付や高専事業等への協力と故郷の発展のために障害多大な貢献を果たした。横浜に戻って、あとはアメリカ一番間の大番頭となり、1877年の西南戦争におけるラシャの取引等で距離を得るが、1878年には再び同感を実施、 他の有力横浜商人と共に第74国立銀行の設立に参加し自ら初代頭取となる。一方彼は貿易商人としての活動も続けていた。横浜開港以来産卵子の輸出の多くは外国商人により労談され、彼らはそれにより距離を得ており、日本への利益の還元は少なかった。1880年に彼は、 産卵市直油を決意し、現地商人と交渉すべく、イタリアへと渡るが、すでに、横浜の外国商人と結託したイタリア商人の、妨害により交渉は難航。注意大使鍋島直弘も仲裁したが、その間産卵が不可視商品とならなくなり、大損害をこむり帰国した。その間253日間に及ぶ、旅行期は、当時の第一級資料である。 大観合法の一面、資料極めて周到を修密な彼の人間が現れている。帰国後彼は悪影響を考え、第74国立銀行頭取の職を、東京高崎出身の茂木総兵に譲り、商業活動に専念したが、折に触れ局外協力は行った。その後横浜市民への良質な飲料水の不足を見た、彼は大田初音町山に横穴を掘削し、 清水を得て、清水販売を実行し再び距離を得た。彼は事業を株式会社組織とし要工者を起こした。彼は外国における港湾都市の土地値上がりを知り、不動産事業への進出を決意、要工者の株式を売却し、野毛山一帯の辞書を買い占め、1884年の市による野毛山貯水池設置にあたり売却し利益を得て、その後も積極的に 不動産事業を行った。また外国における公安都市の実験により、港と横浜の発展には陸上施設の完備が完用であることを痛感した彼はその後積極的にその方面での活動を行う。特に現在の大通公園にあった新吉田川や新富士見川の運河の改作や水道や橋等の整備に力を入れ、資材を投げ打つことも意図はなかった。 彼の事業は順調であったが、1901年、北海道開拓を決意し、同年管理の払い下げを受け、その実地見分のため北海道に渡ったが、札幌にて病となり、その後は家内まで達するも、現地で病死した。去年64、墓地は横浜にある、ヤブズカ本町中央公民館ホテル不正島、横浜を三宮平田神社境内と大田市に、 彼の功績を称える聖徳碑があり、故郷矢部塚本町中央公民館には銅像があり、郷土の偉人として功績を称えている。なお、矢部塚温泉にあるホテル布施島は、布施島金造が明治5年に創業した温泉宿布施島館が前身となっている。布施島金造の店は田辺屋として知られていたが、 ヤゴうの由来は定かではなく彼も由来を語ることはなかった。一説には恩人の名字と言われている。横浜は自由民権運動の盛んであった土地であり、当時の市民は商人派と地主派に分かれしのぎを削っており、商人派の巨頭は原善三郎、地主派の巨頭は癖島金蔵であった。彼の北海道開拓は自由党の統制拡大の目的もあり、実地見分では、 当時の自由党幹部も同行している。彼は上習気質、任教精神が強く、板垣大助の高潔な人格に深く浸水していた。ありがとうございます。